皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。ながらでラジオ、ながらじの時間です。このラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたり、フリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思います。ながらでラジオなので、ぜひながらで聞いてください。録画でお送りしていますが、基本は編集なしの生放送感覚でお届けします。聴覚障害の方は字幕にもあるように、皆さんから書いていただいたようにね、字幕にもあるように、YouTube の字幕機能をオンにしてご視聴ください。最後に次回のトークテーマを発表しますので、最後までお聞きください。ということで、本日はながらでラジオ初めてのゲストトークということで、視聴者さんからゲストを募集しましてトークしていこうと思います。初めてなのでうまくいくかわからないんですが、今回はお二人からゲストに来ていただいてお話し、していこうと思いますので、では早速一人目のゲストさんに連絡しようと思いますが、本当に公式 LINE の方でお願いをして、何ですか、ゲストに決まったので、今から初めてその方に電話をします。さて、うまくいくでしょうか。さて、今通話リクエストを送ったんですけども、電話がかかってくるでしょうか。3時で一応連絡はしてるんですけども、公式 LINE はですね、私の方から電話をかけるんじゃなくて、電話のリクエストをその相手方にして、相手方から電話をいただくような流れになりますね。既読になった。来る。ドキドキ。もしもし。もしもし。あ、はじめまして。あ、すいません。はい、話していただいて大丈夫です。すいません。あ、まず最初に、はい、まさか本当にご本人さんとお話しできると思わなかったんで、まずあの10万人登録おめでとうございます。ありがとうございます。いつも拝見してます。というか、はい、一番最初から僕見てるんで、あ、まこさんのやつは嬉しいです。ありがとうございます。本当頑張りましたね。そうですね。いや、本当皆さんが見ていただいて、はい、ちょっとずつですけど。いやいや、そんなことないですよ。オートバイも見たし、筑波で。あ、楽しかったです。あれは本当にまた。いいですね。僕も筑波サーキット何回も行ってるんで。あ、バイクなりですか。あ、車か。いや、オートバイです。ああ、そうなんですね。で、レースに関係 してるんで。あ、はい。はい。こっちの方。すごいですね。ちょっと次回。すごくないです。次回はちゃんとサーキットで走りたいなと思ってて。乗れないですよ。あ、そうですね。できたら本コースを。そうなんですよ。ちょっと、23日が鈴鹿で本当は体験会があったんですけど、ちょっと行けなくて。鈴鹿ですか。まあ、その SSP さんがね、やってるタイミングでサーキット会場になった時に次回は行きたいなと思ってますけどね。まあ富士スピードウェイでないだけですよ。だからそこはまだ、あ、その直線長いですからね。スピードウェイは。いやー、まあでも、はい、頑張りたいです。はい、で、早速というか、はい、どういうお話を石川さんしたいのかなと、はい。石川は。あ、ごめんなさい、石川さんにやめようか。なんて言ったらいいですか。あ、じゃあ、いいです、石川で。いいですか。もう全然問題ないです。まあ、石川さん、世の中にたくさんいますからね、はい。私もあれです、何回か、っていうか、いつもコメントを送ってるんですけど、はい。私も脳出血なんで、はい、脳出血の左半身麻痺なんですよ。はい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 。感覚が全くないんで、車のタイヤに、はい、
足生まれても全然わかんないんですよ。まあそうですよね。見てればわかりますけどね。はい。普段は見てなかったら、左半身麻痺だと簡易電動か、はい、簡易電動ですか、車椅子ですか、杖。いや、杖です。あ、杖ですか。最初は車椅子だって言われたんですよ、はい、病院の先生に。 はいはいはい。でも絶対嫌だなと思って、うん、っていうかもう家に入れないんで、そうなると階段があるんで。ああ、なるほど。もう、頑張りました。あ、それで、まあ、でもね、しっかり歩いた方が体のためにはいいのでね。まあそうですね。で、だけど障害者になってあれですね、本当中途障害なんで、はい、まこさんも私も中途障害ですよね。うん、そうですね。だからとりあえずなんていうのかな、いろいろ街に出てると、うん、いろいろ助けてくれる人がいるんですけど、うん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 、中には私左麻痺なんで、はい、さっきもお話ししたように、例えば小さい階段とかあると、はい、なんか後ろの方からなんていうんですか、あ、人が来て、うんうんうん、麻痺の手をどんどん引っ張るんですよ。それは下にってことですか、上に。上の方に。あ、ちょっと怖いんで、ありがとうございます気持ちだけでってことで、なんかそういう時ほら一声、はい、やばい、ちょっと待ってくださいね、荷物が届いちゃった、ちょっと待ってくださいね。すげえリアル。すいません、お待たせしました。おかえりなさい。はい。あ、で、まあ、だからそのあれですよね、ごめんなさい話戻しますけど、いい、はい、その街で、まあだから声をかけずに助けてくださる方がいるっていうことですよね。うん、中にはいるんですよね。うん、はい、ね、だからちょっと一声、うん、何かお困りですかとか、うんうんうん、お手伝いしましょうかとか言ってくるのでいいんですけど、いきなり来てドーンと麻痺の腕を持ってかれるとこっちはびっくりして転倒の原因にもなっちゃうんで。うん、そうですよね。なんかね、でもなんかそういうこと言うとせっかく助けてあげたのにとか、なんかそうやって言われちゃうことも、まあね、やっぱりまだまだどうしてもあるから、ううなんか、はい、やっぱこのね、助けてもらってすごくありがたい気持ちもあるけど、でも、はい、助け方というか、それがまたね怪我につながったら元も子もないというか。まあそうですね、うん、なんかそういうあれですね。だからこういうラジオとかを通して、やっぱ私のラジオというか YouTube も、はい、まあ多いのはやっぱり障害がない方が見てる方の方が多いので。あ、そうなんですか。そうですね。まあなので、まあ、医療従事者であったり、まあ、そうじゃなく、本当に家族とかにもそういう障害の人とかいないけど見てますっていう方もいてくださるんですよね。まあ、なのでそういう方々に、まあ、少しずつこういう形で知ってもらえたら、まあ、ちょっとずつちょっとずつね、そういう声をかけてサポートしていただくような形がなんかあったらいいのかなって思いますね。そうだ、やっぱ私はこう車椅子だから、その肩麻痺の方の気持ちっていうのはやっぱ分からないし、うん、まあ、じゃあそうね、どうそうですよね。そうだからやっぱり本人たちから声を聞くっていうのはすごく大切だなって思って、こういうふうに今回こうゲストにいろんな方招いていろんな話できたらなっていうふうにも思ってたんですよ、はい、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。あ、これって本当あれですよ、私だから左手の方はほとんどダメなんで、っていうかもう本当に人間の体、上下を引いたように、はい、頭から要は下の方まで、うん、本当に上下で線を引いたように、うん、左がほとんど全く全滅です。なるほど。じゃあ、街中で、はい、それ階段とかがあった時に、はい、サポートしてもらいたいなっていう場面とか、こういうふうに
サポートしてくれたら助かるっていうのをもしあれだったらここで教えてもらってもいいですか。あ、まあ、とまあ手すりがあれば登っちゃうんですけど、はいはい、中には手すりが片っぽしかないとかありますよね。うんうんうん、例えば左側にとかね。そういうところは、うん、ええ、そういうとこは僕あの例えばそうなると、うん、逆歩行します。逆歩行、ええ、要は例えば、はい、あの駅の極端なお話ですけど、はい、駅の階段がありますよね、はい、これで右側、はい、しか僕は右手しか使えないんで、うん、で右側に手すりがあればそれを、うん、まあ捕まって上に登るとエッチだこっちら、はいはいはい、そして下りもまあ極端な例ですけど、こうやって手すりが今度は逆で左側しかないと、はい、そういう時は後ろの方から降ります。右手使って、登るときはなくても大丈夫なんですか。いや、なければ怖いです。じゃあ登るときが例えばあの左側に、はい、麻痺側に杖、はい、手すりしかなかった場合は、はい、どうやって登るんですか。登れないことはない。まあ頑張ればなんとか登れます。こっちで今度はあの、はい、降りるとき、うんうん、降りるときに右側に手すりがない場合ありますよね、うん、その場合はあの後ろを向いて、うんうんうん、バックで降りるってことですよね、うんうん、バック起こします。あ、じゃあそういう時にそういう練習しました。あ、そうなんですね。 見かけたら、はい、どういうふうにお手伝いというかサポートしてもらったらいいんですか。やっぱその左側をちょっとこう支えてあげるとか、それとも意外と別に声かけてもらわなくてもいいんだよっていう感じですか。うん、そういう時はあれかな、あまりだけど経験ない。あ、でもなるべくそういうパターンを作らないように、うん、なるべく駅だったらのエレベーター、はい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 、エレベーターなしエスカレーター使っちゃうし。なるほど、はい、でエスカレーター乗るときも私あの右側しか使えないんで、手がさっきも言ったように、はい、これでよく皆さんあの寄るやつですね、まあ、私の、うん、千葉なんですけど、はい、千葉駅なんかで電車で降りて、うん、ホームからエスカレーター乗りますよね、はい、でそれ一段エスカレーターに乗るときも、はい、前の方から 2,3、うん、段スペース開けてから私乗るんですよ、うんうんうん、はいはいはい、そうすれば後ろからどんどん追い越してってくれるし、はい、ええ、で一応そんなとこまで気をつかなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、一度乗った時に、うん、あの後ろの人が舌打ちされたことあるんですよ、うん、後ろの人に散って。なるほど、すごくショックでしたあれ。うん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 、まあ、やっぱそう、本当、うん、リュックに私は右手しか使えませんって書こうかなと思ってぐらい、ね、でもなんか 見たらわかると思いますけどねって私は個人的に思っちゃうけど、あ、まあ、まあでもなので、まあ、そういうね、まあ、理解というかそういう状況があって、うん、まあ、石川さんの場合は別にいい、まあ、ゆっくり階段降りたり上がったりもできるから、そこまで何か助けるっていうことで声をかけることは別にしてもらわなくていいけど、こうゆっくりっていうこととか、あ、それこそエスカレーター、ゆっくり大切です ね、エスカレーターもその、はい、右側にしか立てないっていうことを理解してもらって、はい、避けれるのであればその避けれる側の人がただただ普通に避けてもらえばいいっていうことですよね。まあそうですね、うんうんうん、だからとりあえずあの自分の身を守るために、うん、周りの人間の配置っていうか、うん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 、どこにば
どこに人間がいるかなって、うん、だそういうことを一応頭の中に入れてから、うん、あのエスカレーターに乗るようにはしてます。うーん、なるほど、ね、でまあ偶然なんですけど、はい、たまたまその日に、はい、まだはっきり覚えてます、コロナが流行る前の元旦、はい、ね、千葉駅の中央改札のとこで、はい、白杖を持った方がいたんですよ。はいはいはい、こうやって見ると同じとこぐるぐる回ってるんですよ。あ、これちょっとおかしいな、方向失ったのかな、あの方と思って、うん、でそれを私あの声かけたんですよ。いきなりだとほらびっくりすると思うんで、はい、こんにちはってまず挨拶して、うん、何かお困りですかって聞いたんですよ、うん、そしたらどこだかわからないって言うんですよ。ね、なんか聞いたら初めて千葉駅に来たって言うんで、うん、すごいいい度胸してるなと思って、うん、普通だったらヘルパーさんとかね、うん、まあ元旦ですからね、うん、ヘルパーさんいないと思うけど、こうってどちらまで行くんですかって言ったら、そごのまで行くって言うんで、うん、あの千葉そごですか、ね、うん、で私言ったんですよ、私もあの肩麻痺の障害者なんで、うん、私の左肩に捕まってくださいって、うーん、ね、こうやって手を僕が触って、うん、ここが肩ですからって、うんうんうん、こうやってあのエレベーターエスカレーターどっちがいいですかって聞いたら、どっちでもいいって言うんで、うん、ああすげえこの方かなり練習してるなと思って、うん、こうやってあのじゃあエスカレーターでよろしいですかって言うから、うん、ね、あ、はい、じゃあエスカレーターでお願いしますって、うん、俺でもやっぱ気になるんで、うん、私が先頭に行ってるじゃないですか、うん、もし彼が転んだら、うん、私も巻き込まれて下の方で一気にですからね、うん、ほんと大きくなっちゃうんで、うん、でまあ下まで行ってって、うん、こうやって展示ブロックですか、はいはいはい、それを見つけて、うん、こうやってそれの上に乗っかって、まあ目的地の方まで行ったんですけど、うん、その時分かったのが、あの展示ブロックの上の要は歩道のところにある障害物、はい、看板ではなくて、うん、人間だったです。あ、立ってたりね、要は、はい、ええ、あ、しかも元旦人間っていうか、だから若い子たちがほら、うん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 、スマホ打ってて立って展示ブロックに、はいはいはい、うん、で私が言ったんですよ、すいません目の不自由な方が通りますって、うん、すいません道を開けてくださいって申し訳ございませんって、うん、でも周りから見るとおかしいですよね、普通の杖をついて歩いてる後ろから白鳥のね杖をついてる方がまあでもそれはね、補いというか、あのできることをあのお互いがやってあげればいいだけだと私は思うので、まあ、だからどっちかというと、うん、あのまあ、その展示ブロックが あるとかないとか、展示ブロックのところに何か物があったり人が立ってて気づいても、まあその普段は別に立っててもいいと思うけど、こうちゃんとねそういう必要な人が来た時に、うん、毒というか避けるっていう、それができないっていうことの方が私は問題なのかなって思いますけどね。まあでもこういうふうに、でもね、あのいろんな体験談が聞けてよかったです。ありがとうございます。 ありがとうございます、はい、でも私もやっぱり YouTube の動画見て、あのタクシーの件あるじゃないですか、はい、あれ眞子さんの意見に賛成ですありがとうございます。僕はあのジャパンタクシーに乗るんですけど、うん、乗りにくいです、高いです。うーん、そうですよね。ええ、こうやってあともう一度プリウス、はい、ドアが開かない、うん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 、確かにおっしゃる通りです、うん、マコさんの、うん、僕が一番乗りたいのはクラウンです、セダンの。あ、まあでも確かに本当にセダンが一番乗りやすいですよね。あれ最高乗りやすい、うん、本当に乗りやすいんですけど、はいはい、まあ、なかなかそれをあのね、だから個人タクシーさんはクラウンめちゃくちゃ多いけど、普通の会社さんタクシーでクラウン使っ
ってるって普通のね流しというんですか、流しって言わないか、町長が走ってるのは、はいはい、その今のクラウンじゃないじゃないですか。だからまあらそういう情報をねこうちょっとずつちゃんと伝えて、じゃ あのどういう風な車だったらいいのかとか、本当にジャパンタクシーを全部普及させていいのかっていうのはなんか言っていかなきゃいけないのかなと正直思ってますね。うん、だからさっき本当あれですけど、タクシー乗り場で、はい、まあ私の住む近くの駅まで、まあ、歩いて15分ぐらいかかるんですよ。うん、休みながらですよ。うん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 、県庁舎だと多分10分かかんないで行っちゃうんですけど、はい、私がその倍読んでるんで、うん、歩き方がゆっくりなんで、うん、でまあそこの駅にプリウスがよく止まってるんですよ。はい、乗りたくても、うん、絶対乗らない、一回も来れましたから。あそうなんですね。で乗ろうかと思うんですけど乗れないですよ。うん、狭すぎてドア開かないんで、すいません、もう少しドア開けてもらえますかって言ったら、もうこれでいっぱいだって言うんで、うん、ええ、ちょっと待ってください、頑張って乗りますかって言うと、おったら、早く乗ってって言うんで、うん、あ、じゃあ、いいです、乗りません、やっぱりやめますって言ったんですよ。うん、だから、なんだ、これだったら最初からもう来るなよって、なんか、そんなような顔したんで、うん、ええ、だからもうそこのタクシー会社も乗らないし、なんかね、てかもう、うん、ええ、嫌ですもん、あの眞子さんのほらあれ車椅子ほら何、はい、ねあれ断られたとか、あ東京の方 で、 そ, うです、ね、うんうん、それ見たんで、ああ確かそれもあるかなと思って、だから私右足は健常なんで動くんですけど、うん、だから乗れるんですけど、あのマオカもおっしゃる通り、プリウスだけは絶対嫌だあれは開かない、うん、開かないし後ろは狭い、うん、そうですね、なのでこう、本当にそうですね、いろんな方々のこういう声っていうのはやっぱ届けていきたいなって今後も思いますね。だから本当これはマコさんの言う通りだと思うとですね、はい、あの動画見て、うん、ありがとうございます、はい、思わずじっと見ちゃいましたありがとうございます。なんか顔に出てましたよ、本当やっぱ困りますだってそんなに飲んじゃダメですよ、10時間もだからその時はまた違う話ですから、タクシーのあれと10時間の話は全然違うけど、うん、まあ、ほぼですけど、ね、はい、いやまあまあそれは体に悪いですいや、いつものことじゃないので本当に何十年に一回の出来事だったんで気をつけます。体調はどうなんですか？あ、大丈夫です、あの元に戻りました。あ、ほんで、うん、コロナワクチンは？あ、コロナではないです、あの全然、あ、はい、ワクチンは打ちました？あ、ワクチンも2回接種しましたよ、前に。どうでした副反応？あ、でもそれ YouTube であの言ってるように、あの私はそこまで、はい、ひどくはなかったですね。あ、はい、私は2回ともファイザーなんですけど、はい、熱出なかったんですけど、うん、麻痺にそっくり出ました。あ、2回目のファイザー終わってっから、はい、2週間ばかあの歩けなくなりました。うーん、まあ、やっぱいろんな症状が出ちゃうんですね。感覚が全くなかったですね。うーん、でうちに来る訪問リハビリの PT に聞いても、うん、OT に聞いても、うん、それは副反応だからしょうがないよね。うん、まあそうですね、はい、まああれです、本当で、あれですか、マコさんはあのヘルパーさんは来てるんですか？いや、私はそういうのは一切やってないですね。すごいいや、まあ、である程度できるので、はい、じゃあ、はい、そうですね、はい、じゃあ石川さん、ちょっと時間、次の方がね、いるんですよ、ゲストに。あ、そうですか、はい、わかりました。あ、こっち、最後の真子さん、ちょっといいですか、はい、一言。はい、あの、私たち、まあ、私、まあ、私たち、障害者のために、あの、いる、まあ、日本全国のヘルパーさん、はい、
本当にいつもありがとうございます。感謝の気持ちをお伝えします。はい、ありがとうございます。以上です。はい、すいません。じゃあありがとうございました。いいえ。はい、ではでは、マコさん頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、飲み過ぎ注意です。はい、わかりました。はい、はい、失礼します。失礼いたします。はい、はい、ということで、石川さん一人目のね、ゲスト石川さんでした。もう今日は長くなっちゃいますね、やっぱり、月1回の長々ラジオということで、皆さんゆっくりながら聞いていただけたらなと思います。じゃあ次2人目の方にね、またリクエストを送って、電話したいと思います。あ、来ました。こんにちは。よいしょ、いつもお世話になってます。いつもありがとうございます。もうあのラジオはですね、あのこのまま収録してるので。あ、はい、はい、お願いします。名前はどう呼んだらいいですか？あ、堀っちです。あ、堀っちさんでいいですか？はい、わかりました。じゃあ、はいはい、じゃあ堀内さんは、はい、この今日のラジオはですね、2人ゲストがいまして、はい、2人目のゲストなんですけど、はい、何か私とお話ししたいことはありますか？あ、昨日もちょこっと LINE で書いたんだけど、その障害者スポーツとして卓球バレーずっとやってるよって話で、はい、なかなか卓球バレーっていうスポーツってなんか皆さんご存知じゃないですよね。そうですね、卓球とバレーが一緒になってるんですか？混合されてる競技で、はい、基本的に卓球台の周りにあの片面6人、片面6人で6対6で対決するっていう。卓球台はあの普通の卓球台のサイズなんですよね。はい、普通の卓球台のサイズで、でその周りに、6人っていうことは、堀っちさんは車椅子ですよね？そうです。でその他のメンバー 5人ですか？メンバー5人も車椅子の人、それとも別に車椅子とかじゃなくていろんな人たちが いても大丈夫です。車椅子だったり健常の人だったり。あ、なるほど。で、うん、まあ、要は12人で行うゲームってことですよね？そうです。で、何で、ラケットですか？ラケットはあ、イメージとしてはかまぼこ板をちょっと大きくしたような木の板で、はいはいはい、でピン球の中に鉛が3つぐらい入ってて音が鳴るようになってまして。ああ、はいはいはい。で、まあ、いわゆる卓球台に張ってるネットの下をくぐるっていうスポーツなんですけど。普通卓球ってネットの上じゃないですか。うん、なんですけどネットの下に隙間が空いてて、そこの下にくぐらせるっていうスポーツで。めちゃくちゃ難しくないですか？くぐらせるって。意外とね、鉛が入ってるんで跳ねることはなくって。あー、なるほど。うん、で音が鳴るっていうことで目が見えない人もできるよっていうので。へー。あ、一応京都発祥のスポーツで、障害者スポーツとしてもう30年以上になるのかな。これは何を、もう6人いるから隙間がないじゃないですか。はい、と思うじゃないですか。はい、結構ね、抜けるんです。そうなんですか。白熱。結構 YouTube とかでも卓球バレーって検索して出てくると思うんですけど、はい、あ、今あのね、画像を見てるんですけど、あれですね、あのゲームセンターにあるエアホッケーの、あ、そんな感じですね。うん、まあ、あの卓球台とネットを使ったで6人が囲んでるみたいな感じですね。そんな感じですね。すごい。まあ、でも本当にこれだと誰でも楽しめる。でも本当にね、本当に隙間ないのって思っちゃいますけど。まあ、だから大会、たた隙間があって、まあ、なので、ね、公式は6人だけど、別に人数揃わなかったら6人じゃなくても、やっても大丈夫ですみたいな感じはありますね。そうですね。へえ、うん、ね。ただ結構ルールも細かくって、うん、
のバレエのルールが、ね、適用されてて、あそうかバレエが確かに どこの部分に出てくるんだっていう話になりますよね。ネット際に2人座っている人たちがブロッカーって言って、あはい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 、うん、あの一発目のサーブを1回で返しちゃいけないよとかいうルールがあったりしたり、あ本当だ書いてブロッカーとサーバーがちゃんとそうそうそう、へえー、なるほどね、あのセッターみたいなことですよね。で3回で返しましょうねっていう、あすごいなかなかね面白いですよ。あしかも立ち上がったりお尻を浮かしてプレーを、基本みんな 座りですね、車椅子の人もそうだけど基本的にみんなまず椅子に座った状態でやって、うんうんうん、でだからあの立てる人もまあ状態的にはほぼほぼこう右左はね上半身のその傾きと手でしかいけなくて、で立ち上がったりお尻を浮かしてプレーをした時もファールになるってことですよね。そうそうそう、確立するとみんな立ち出しちゃう。確かに確かにそう、なんか押し出す時とかあーってなっちゃいますもんね。あー楽しそうですねこれ。そうでまだまだオープン競技として公式にはなってなくて、うん、なのでね、なんか今後そうやってなんか世界知られていくといいよねって言ってて、うーんそうね、だって卓球台があればまああとそのボール、なんかこの木の板は頑張れば作れそうですけど、なんかまあ一応ルールはある感じですけど、でもそのピンポン玉が一番あれですね、自分では作れないようなあれなので、作れないし結構白熱したらすぐ割れちゃうんで、でもすごい楽しそうですねこれは、やってみたい。障害関係なくできるユニバーサルスポーツとしてね、なんで本当に子供からおじいちゃんおばあちゃんまでできるんで、へえー、すごい、本当に知らなかったので知れてよかったです。まあ、最近コロナ禍でなかなか練習ができてないんですけどね。じゃあ一応その大会みたいなのは、うんうん、なんていうんですか、そういう協会みたいなのはないけど、ありますよ一応。あるんですか、協会とかが。でちゃんと全国大会みたいなのはあるんですか。うん、ありますね。へえ。国体とかには競技としてオープン競技としてあなってますね。へえ。ちなみにじゃあそのホリッチさんはどういうチームでいるんですか。その今のあそのお住まいのこともまだ言ってないけど。うちね、多分これあの前多分まこさんが YouTube で紹介してくださってた、はい、太陽ミュージアムってあったじゃないですか。おいあの別府にね、はい、太陽の家っていうのが、はいはい、ありまして、はい。そこの京都支部ではあのいるんですけど、はい。そこのチームで所属してます。ちなみにじゃあ全国大会出場レベルですか。ね、一応京都府の大会しかまだ出てないです。あーなんか今昔からその全国、はい、国体の競技として一応あるんで、前からというか前からは、うん、ありますね、あって、うん、堀内さんはまだ出たことなくて、そうです、ね、一応その何県のところがチーム強いんだよっていうのはあるんですか。あのね、一番何チームか戦ってきたチームで、はい、たまに交流大会とかで、まあ、他府県の人たちが来たりもするんですけど、はいはいはい、山口県が強かったですね。そうなんだ。さすがにその国体の競技としては、チームはみんな一応障害がある人たちなんですよね。そうですね、障害、うん、国体みたいなのがあってそこで大会があったりするんですけど、山口が強いんですか。なんかあんまりじゃあ何なんだろう、西の方の方が多いんですかね、もしかしたらやってるチームというか。そう、あのチーム数としては西が多いっていうことになります。そう、なんかあんまり東日本でそういう話を聞かなかったなって思ったので、うんうんうん、まあその発祥がね、まあ、京都っていうのもあるのかもしれないですけど、なんかもともと重度な障害を抱えてる支援学校の人たちが、うんうんはい、できるスポーツとして発祥したみたいで、うんうん、
へえ、じゃあ、まあ、そのコロナがねちょっと収まってちゃんと大会があるようになれば、ね、全国大会にぜひ、うん、ね本当にねえ今日まこさんもよかったらの経験してみてください。なんか どこでできるだって、まず12人集めないと成り立たない、成り立たないというか、あの本当の戦いはできないわけですよね。だ、さっき言ったようにあの3人でもって言ったけど、お尻を動かしちゃダメなら3人なんかもうほぼほぼ無理だなって思ったんで、ちゃんとそういう体験会みたいなので人数が集まったら、まあ、でも確かに こんなに密密だとなかなかコロナの時期にやるっていうのは大変ではありますけど、まあね、世の中的にももうだんだん落ち着いても来てるから、コロナへの意識がそうですね、うん、まあ、コロナとかなかったら体験会とかね、できるんですか、うん、うん、そう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 、ちょっとぜひ、うん、ちなみに私 YouTube チャンネルを開設をしております。あ、いいです、あのじゃあの宣伝していいですよ、ここで。そのままですけど、ホリッチチャンネルというチャンネルを作ってまして、じゃあ、皆さん YouTube の検索ワードで、ホリッチ、ホリッチはひらがなですよね、全部ひらがなです、ホリッチチャンネル、ホリッチチャンネルさんのアイコンはあれですね、はい、車椅子のホイールがこうちょっと映ったアイコンで、はいはい、プリンをプッチンっていうなんかまあその車椅子だけとか、まあ、車椅子の話もあるし、ショートのね、あの短い動画だとネスカフェバリスタでカプチーノ作ってみたとかあるし、で、まあ、手動運転装置のね車の動画が一番バズってて、あ、そうですね、手動装置のショートのやつねとか、まあ、そのあと他の脳性麻痺の方と対談してたりっていうのがありますね、はい、そんな感じですね、よかったらご覧ください、はい、はい、じゃあちょっとそろそろ時間もあれなので、はい、じゃあ今日はありがとうございました。また今後とも、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ失礼いたします。はい、失礼します。はい、こんな感じで今回はゲスト会ということで、ちょっといつもより長尺でお送りしてますが、緊張するよとかっていうね、LINE もいただいたんですけど、コメントとかもう全然もうこんな感じで気軽に何でも話していただければ嬉しいです。でやっぱどうしても長くなっちゃう、私もついついおしゃべりだから長くなっちゃうけど、まあ、ゲスト会は皆さんのとのね、こういう交流もなかなかできない時期がずっと続いたので、まずはこんな風に電話を通してお話できたらすごく私自身も勉強になるし、今日もだから2つというか、卓球のパラ卓球バレーもそうだし、石川さんのその肩麻痺のことのお話であったりとかっていういろんなことが知れたので、私もすごくこういうゲスト会は楽しいなと思います。まあ、ちょっと電話があるので月1回やるか月2回やるかはちょっと私のその時の状況によりよりなんですが、まずずっと YouTube ラジオが続く限りは絶対毎月最低でもあることなので、皆さん気軽に応募していただければと思います。はい、ということで、お時間になりましたので、次回のトークテーマはまた通常回に戻りまして、どうしようかな、コロナがね、マンボウも全国的に解除されて、まあ、まだまだ体的には怖いよっていう方も疾患があると多いとは思うんですけど、まあ、世の中的にこう風邪というか、なんかそういうのでももういいんじゃないかっていう認識がある中で、だんだん旅行っていう部分でね、春もなりましたし、旅行に行きたいなーなんていうその気持ちが私も強くなってきました。ということで、皆さんが行ってみたい
場所、旅行の場所、国内でも国外でもいいですし、または行った時の思い出なんていうのももしかしたらあった、もしかしたらじゃない、もしあれば嬉しいなと思います。はい、ということで次回のトークテーマは、行ってみたい場所、国、県でよろしくお願いします。はい、では本日はここまでで、皆さんまた次回もお楽しみに。バイバーイ。